ありがとうございます。はい、ね、皆さんご苦労様でございました。長時間にわたってお楽しみいただきましたリズムハートのね夏祭り、また来年もやりたいと思います。今日手伝ってもらったメンバーをもう一回紹介したいと思います。アルトサックス尾崎かな子さんでした。ピアノは内園由里子さんでした。ベースは原口美大さんでした。でこの4人と先ほども申し上げました、あと5、6人ですね、メンバーが入ってこのステージでライブヘブンで8月8日にね、ナウジャズオーケストラですね、ベースの坂口さんがリーダーのバンドですね。でアレンジをサックスの尾崎さんが全曲やってますね。その12編成のオーケストラをですね、ぜひ8月8日、聞きにおいでいただきたいというふうに思います。ここライブヘブンで8月8日日曜日の午後4時からです。夕方からですね。ですので、皆さんご家族で来やすいお時間だと思いますのでね、また演奏ライブも聞きに来てほしいと思います。それから生徒の皆さんも大変今日はご苦労様でした。生徒の皆さんに皆さん拍手、ね、はい、ありがとうございます。個別に行きましょう。個別というかグループ別に行きましょうかね。はい、ドラム&パーカッション、そしてリズム教室の皆さん立ち上がってください。はい、ありがとうございます。